はい、どうも皆さん、バンホアニチアイスゲです。ということで本日からダーク&ダーカーっていうね、ダークソウル風、いや、タルコフ風ダークソウルなゲームやっていきたいと思います。ってことで、まあ、ダークソウルって言われてるのはなんでかって言いますと、ここ見ても分かる通り、まあ、ローグとかファイターとかウィザードとか、まあ、いろいろなジョブがあるわけですよ。まあ、職業といいますかね、魔法使い、まあ剣士とかね、シーフ的なやつとか、その中で、まあ、3人プレイまでできるんですよね、これマルチプレイで。ですが、まあソロ、まあ、椅子が基本ソロでしかやらないんで、ソロで一番強いの何かって言ったら多分ね、ローグだと思うんですよね。ローグ、まあ、極めていけばウィザード。ウィザードは敵のマルチプレイヤーっていうか3人パーティーとか来たところで、まあ、対処できる可能性があるのがウィザード。ローグっていうのは姿を消すことができて、で敵パーティーが来ようと来たところでね、そう、消えてればねバレないわけですよ。そんで脱出できるっていうわけなんですけど、そうだからこそ1番はローグで、2番目がウィザードかな。強い的に言うとソロで強いのはウィザードで、一番簡単なキャラクターっていうのはファイターになるかなと思います。まあ、とりあえず今回このねローグ使っていきます。はい、ってことで今回ローグ使っていくんですけど、まあ、ここ見ても分かる通りなんですが、これがタルコフ風って言われてる意味ですね。このスタッシュっていうのがあって、このマス目にあってマス目に入れていくという、これタルコフですよね、この形は。で、ここなんですけど、まあ、ダンジョンに行くんですけど、そのダンジョンの中でプレイヤーもいるし、あのコンピューターの敵もいるわけですよ。で、そいつらを倒してアイテムを持ち帰って、ここの人たちに売ったりしてお金を稼いで、そのお金で買い物をしたりっていうのがこのゲームでございます。まあ、大まかな説明はそういう感じで、あとですね、キャラクターによってこのスキルとかがいろいろありますのでね、それをセットして、まあ、遊んでいこうって魂胆でございます。で、このハイド、これが結構強いんですよね。もう完全に消えるんで、結構な時間消えたまま、まあ動いたらハイド溶けちゃうんですけど、そう、でも結構隠れられるんでかなり強いです。そうだからローグが一番ソロには向いてるのかなと思いますね。はい。ということで、早速、ダーク&ダーカー行きましょう。さあ、ってことで行きましょう。左側に、ちょっと一人いるね。足音が聞こえるよ。はい、はい、はい。危ね。はい、はい、はい。はい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 、来てそうだな。一人足音が聞こえたん。あ、いますね、クロスボウの。クロスボウニキがちょっと来てるんで、一旦逃げますか。一人かどうか、人数がちょっとわからないんで、ちょっと安全に行きましょう、ここは。1、2、3。1、2、3。1、2、3。
よし。で、一旦回復しとくか。OK。ここら辺ちょっとパパッとやっちゃって。危なーい。OK。 さあ回転しつつ回転しつつ、ワオ、いて、よしよし、はい、逃がさんぞお前、逃がさんぞ、やばい、回復、よしよしよし、オッケー、さあ来るよ、ここでこのインビシブルがね、このハイドが役に立つんです。あ、やばいですね、これは、これはやばいね、ちゃんたちがいっぱいいるんで、ちょっと逃げようか。1、2、3。大丈夫？いやー死にそうだ。何？なんかいるな。かゆくないっすか？なんかいるね。はい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 、やばいぞー。
逃げろ、回復くれ。はい、めっちゃ強そう。回復くれ。死ぬ。来た。キャンプできないから。お、できそう。キャンプするとね、回復するんですよね。こんなところでできるのかな。よーし。どういうキャンプだよ。でもいい。もう一枚かけたな。よし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 、完璧です。でこっち側だよね。来るぞ。来たらハイドするしかない。でワンチャン来るか。いや、上の方だね。脱出のやつが出てきてくれたらな。もう出れるんですけど、出ないかな。いや、出なそうだね。これちょっと急いでいかないと。回復して。脱出。よしよしよし、あぶねー。はい、ということでラッキーですね。殺される前に脱出できました。よし、ということでご視聴ありがとうございました。これがね、ダーク&ダーカーでございます。いやー、なかなかいいアーマー手に入れたんじゃないでしょうか。はい、まあ次回はね、また違うジョブ使って遊んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。